はようございます。知事会見を始めます本日の会見は2月補正予算とリニアの関連の2件につきまして知事から発表およびコメントを行うものでございます。まず最初は平成26年度2月補正予算経済対策分について知事から発表があります。はい、おはようございます。本日2月定例委員会の国の施策に対応した補正予算を提出することといたしました。国においては下越地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を盛り込んだ 3.1 兆円余の補正予算が成立をいたしました。今回の経済対策は経済の脆弱な部分に的を絞り、かつスピード感を持って対応を行うことで経済の好循環を確かなものとするとともに、地方にアベノミクスの成果を広く行き渡せることを目的に、地方の実情に配慮しつつ、地方票を喚起すること、仕事づくりなど、地方が直面する構造的な課題への実行ある取り組みを通じて、地方の活性化を促すことなどに重点が置かれています。本県におきましても、人口減少対策、地域産業の振興と雇用の確保など、喫緊の課題となっているため、国の経済対策にこうした事業を2月補正予算に計上するよう鋭意取りまとめてきたところであります。次に2月補正予算の内容についてでありますが、一般会計の経済対策の規模は61億9045万2000円であります。これを去る2月19日に発表した予算額マイナス105億5795万7000円と合わせますと、2月補正予算額はマイナス43億6750万5000円となります。経済対策の補正予算編成の基本的な考え方といたしましては、経済対策に関わる国からの公金を活用して、私自身の公約に資する事業についてできる限り早期に実行に移すこととし、6月補正予算を待たずに計上をいたしました。主な内容といたしましては、1点目とし、地方創生先行型交付金を活用して本県の特徴を生かした仕事づくりや新たな誘客促進、結婚、出産、子育てなどの少子化対策などを実施するためのさまざまな事業を計上いたしました。2点目として、地域消費の喚起や子育て世帯に対する支援を行うため、市町村が行うプレミアム付き商品券の発行事業等への助成に関する経費を計上いたしました。この事業につきましては、ご案内のとおり使い道が限られた国の交付金制度でありますけれども、できる限りの工夫をいたしまして効率よく地域の消費喚起を図るとともに、合わせて子育て世帯に対する支援も行えるような仕組みとしてします。3点目として、本県への誘客を促進するためふるさと旅行券の発行に要する経費を計上いたしました。この事業につきましても、使い道に限定がある国の交付金の制度の仕組みでありますけれども、いろんな工夫をいたしまして、特に冬の期間における割引率を高めに設定し、本県観光のウィークポイントが補えるような仕組み作りを通していきたいと思っています。その他、木材の安定供給や地域における林業、木材産業の再生を図るための事業への助成に対する経費、防災・減災対策の強化を図るための公共事業費などを計上いたします。詳細につきましては財政課長からご説明を申し上げます。以上です。ではこの件に関しまして知事への質問をお受けしたいと思います。何かございますでしょうか。はい、三島です。はい、今内容で何点かポイントをご説明いただきましたけれども、はい、就任されてから短期間の間の補正編成の中で、はい、知事が一番重視した点というのは経済対策の中でどのようになるんでしょうか。直接給付というのがですね、なかなか公金 の仕組みとしてできないということで、先ほども若干触れさせてもらったように、特に我が県の主力の産業、これから非常に成長が見込まれる観光業、冬場というのがですね、非常にウィークポイントでありました。これにつきましては、やはり冬場にどのような形の、で、集客を県外からお呼びするのか、また、国内から、海外からお呼びするのかと
まあ、第一歩として、これはあの全国でですね、まあ、いろんな制度を、今あの各都道府県で、仕組みを作っているというふうにお聞きをしてますけども、この当期、要するに季節ごとに割引率をですね、設けるというのは山形県が多分初めてだというふうにあの自主をしております。合わせて私があの企業の存続並びに企業の誘致、さらには農業の担い手の確保、海外への地場産業、まあ、農林産品も含めてですね、まあ、あらゆる角度のものをですね、海外特にアジアへの需要の拡大とマーケットの確保ということを、まあ、大きなあのテーマとして挙げさせてもらっています。これにつきましても海外展開をですね、これはあの我が県単独でなかなか難しいですから、まあ、ジェトロというあの専門的なですね、組織とも連携をしながら、その部分の対応をしていきたい。さらにはやはりあの現状がですね、企業のこれからの立地のニーズであるとか、子育てをこれから結婚をし子育てする若い両親の皆さん方の意識であるとか、さらには、独自化をどういうふうにしていくのかという基本的なですね、やっぱ現状に対するいろんなさまざまな現状分析をする前提となる調査というのがやっぱりあの非常に少ないというのをこの10日前で非常に感じましたので、そういうふうなあの公約実現に向けたですね、本格的な施策を展開する大前提となる、まあ、準備前さばきの現状把握分析というですね、ものにはかなり、調査費用として、まあ、実態調査をする費用をですね、盛り込ませていただきました。合わせてやはり山梨の魅力は何かというふうに捉えたときにですね、まあ、皆さん美しい景観、富士山というふうに、まあ、一般的には言うんでしょうけども、私自身は趣味旅行というふうにも書かせてもらっているんですが、やっぱりあのいろんな地域をあの国内でも、訪れるときにですね、やはりそんな有名でない、まあ、神社仏閣もですね、いろんな由緒があればなんとなく見たいなというふうなことで、周遊型観光というのが、これから成立をしていくというふうに思ってますんで、私自身も山梨の中でですね、神社仏閣というのが、何にあるかよく知らないということも自らを恥じながらですね、いろんなあの専門家の方にお聞きをしても、そういうあの現状がなかなか、理解を把握をしている方もいらっしゃらないということですね、その実態調査もして、それを幅広くですね、やはりあの日帰りで山梨に来てお帰りになっていただくのではなく、合わせてお泊まりになってですね、少し時間をかけながら山梨のいろんなところを見ていただくというふうなあの工夫もさせていただきました。まあ、いずれにしてもあの予算的には 76% ですから、まあ、76点は取れているのかなと。ただ事業項目としては今ご質問があったようにですね、全てをこの1週間余りで対応するということは物理的に非常に難しいんでですね、そういう実態把握を含め、まあ、その分析もですね、ベースにしながら6月の本格的なですね、肉付けという部分に備えていきたいというふうに思っています。よろしいですか。はい、個別の部分でなんですけれども、その、冬場の観光対策、はい、また山梨県の魅力の富士山というところに関わると思うんですが、はい、スバルラインの、周期の、無料化に踏み切られます、はい、ここの、着眼された理由というところと、はい、あとまあ、地元で議論が出ています、その富士山の混雑緩和、そことの制度についての知事の考えを伺いたいんですけども、はい、まず、まあ、今はご質問があった点については、まあ、富士山のですね、まあ、保全と観光振興のバランスをどう取るべきかということの間違ったあの視点だというふうに思いますけども、イコモス自身、まあ、これから私たちが当然イコモスに対して来年2月までにですね、準備をしていかなければいけませんけども、で夏場7月8月というのが基本的に一番渋滞をし、お客様登山客も多いということで、今回のスバルラインまた高井坂トンネルの無料化という点については、マイカー規制のですね、部分を避けた形、すなわち9月15日から11月末という形で、その渋滞をさらに加速するということなくて、渋滞をむしろ分散をし、非常に、まあ、お客様が少なくなるところにですね、
少しでも後押しができる手法だというふうに私は思って最終的に判断をさせていただきました。合わせて先ほどの旅行クーポンもそうですけども、やはり冬場観光、秋以降のですね魅力をやはりどう作るかというのは、富士山単体というこの世界の宝だけではなく、それを核としたやっぱり周遊観光にですねどうつなげるかということですから、スバルラインの中では観光バスについては、無料化の対象外にさせてもらいました。これやはりできるだけ個人の皆さんがそれぞれ自由な自分の車でですね、対応ができるように、特に登山機関との整合性というものは、当然配慮したつもりですから、むしろ皆さんも多分5合目の駐車場ですね、秋冬ねどの程度混むかというのは夏の時みたいにですね、そこに長い間長時間止めるということではなく、そんな長い時間止めらずに、駐車場もですね、大きな混乱がないだろうというふうに、いろいろシミュレーションもしながら判断をさせてもらったので、今のご検討についてはやはり保全と観光振興というですね、2つのバランスというものは当然これからも取っていきますし、イコモスに基地と歩行できるようなですねことは、大きなフレームとしては考えて判断させていただきました。他にございますか。はい、関連なんですけれど、朝日新聞の松本ですけれども、周遊型観光ということで、本県の場合、富士山に来た観光客を県内の各地にどのように人の流れを作るかというのがポイントになるかと思うんですが、今回 の道路の無料化やその旅行券の発行、それ以外 の観光促進事業で、そのどのように知事のイメージでそういったことを進めていくというか、私がまだ幼少だった時が何十年前かですとしてもですね、やはり当時は北陸地域と富士山を周辺のですね、富士北陸と今でいう北と北駒のですね部分や小仙峡というのがある意味ではバランスが取れた観光客のですね数だったような記憶があります。今翻ってみれば富士山の世界遺産登録、その前のいろんな国内国外の盛り上がりという形で、この数年はダントツで富士北陸地域、富士山を中心とした、観光客の皆さん方がそこを集中していくと、ある意味では、京都地域や、小仙峡、そして北斗美濃部、いろんなバランスがですね以前と違ったお客様の数になっているというふうに思っています。それやはりぐるっとやっぱ回ってもらうというのが周遊の当然意味ですから、これから国内でも熟年というですね、私どももちょっと上くらいの、リタイアしたという時間的な余裕になる方、また今回の春節のように、海外からですねたくさんのお客様が来るときに、やはりピンポイントではなくて、これも以前にお話をしたように、できるだけ富士山にまずを見てもらうことも非常にこれから、ますます多くなるというふうに思いますけれども、それをまず行って京都の桃源郷に行っていただき、ワイナリーに行っていただき、そしてまた南さんにも行っていただき、北陸の、寿司また地域にも、行っていただくと、ぐるっとやっぱり回って一泊、日帰り型のやっぱり観光ではなく一泊2日2泊3日3泊4泊できるだけたくさんの人たちが長い間やっぱり山梨に滞在をし、そこでお食事をしていただく、宿泊をしていただく、その循環というものがですね、交流人口を、観光という形でですね、増やす中で山梨のですね、素晴らしさ、素敵さというものをやっぱり理解をしていただく、やっぱり魅力がある形でないと観光というものは成長いたしませんし、また観光を通じて、山梨に訪れた方がですね、やっぱり山梨いいなということで、それがまた次の西海型とか定住型という形で山梨に移り住んでいただけるということにつながる大きなベースだというふうに思っていますから、そういう意味での周遊型、それが引いては国際観光都市にですね、もっと今の山梨の持つ観光資源それぞれを地域的に連携しながらレベルアップをしているということにつながっているというふうに思います。
その方がございますか。はい、はい、雪は内藤です。今回補正なんですけれども、はい、知事が掲げました117項目の公約のうち、どれくらいに着手できたのかお伺いします。先ほどもお話をしましたように、まあ、全体今回で61億余の経済対策という形で、金額的に言うと47億円余関連の分がですねありますから、予算額額では76%、76.7%。で、先ほども話したように117の公約のうちですね、項目が、まあ、合致をしていくものについては27項目 23% です。で、6月の肉付けの前、まあ、補正の段階で、27項目手をつけられたということについてどのように思いますか。まあ、今日でちょうど10日目です、就任して。まあ、実質ワーキングデーも含めて、11日に初登庁させてもらってから、明確な指示をして、当然その前には、私 の、 公約を、それぞれ県庁の職員の方々もご覧になっていただいたり、当然今までの継続性の中で、2月の確か、私の記憶が正しければ、2月3日に補正予算は成立をしていると思いますので、まあ、その2週間の間、それぞれ、今までの前知事のですね、思いや、また今までの継続、職員の皆さん方の専門性も含めて、まあ、対応すべきものについては、最終的に、そういう部分もですね、経済対策に進んだろうなという形で、尊重はさせていただきました。まあ、これから、次の6月補正までには、先ほど話したような明確なやっぱり実態調査というものをそれぞれの項目でですね、まあ、大きくしていかなければ、単にピンポイントで事業をしたり、するということでは、やっぱり継続的な、それぞれの産業の成長にはつながらないというふうに思ってますし、また地域の皆さん方、市町村の皆さん方もですね、巻き込んだ形で、やっぱり事業実施というのは、これはプレミアム付き商品券もそうですし、旅行券についても、それぞれの業の方、また地域の皆さん方と、連携をしながらやらなければいけない予算だと思っています。そういう意味では、種が蒔いた部分ですね、明確にこの補正の部分をまず、花に育てながら、その花の様子をですね、見ながら肉付け予算の本予算の部分を、6月に向けてですね、省内でも当然庁内でも議論をしますし、また関係をする、まあ、市町村の皆さん、業界の皆さんともきちっと連携をしながらですね、現場主義、そして国際的な視点を持つというこの2つの視点をですね、持ちながら、肉付けをしていきたいと思ってますので、まあ、そういう意味では自分なりの思いは少しずつ職員の皆さん方も理解をしてくれているなというのは10日経った感想でもあります。よろしい。はい、では産経新聞日田です。先ほどスバルの話で、スバルラインの話で確認なんですけども、平日に限定したところも混雑緩和というか分散というところの意味合いというふうに捉えていらっしゃってよろしいでしょうか。もちろんです。で、まずもう一点なんですが、子育て支援の関係に限定してお聞きしたいんですけども、今回の補正予算の中で子育てに関して産前産後の包括的な支援ですとか、はい、あとプレミアム商品券の上乗せですとかというところで、はい、いろいろと施策を打ってらっしゃるんですが、まあ、その子育て支援の中で、まあ、重視して捉えた部分ですとか、あとどういうふうな思いで編成されたかというところを教えてください。子育て支援というのは人口減少対策の一番大きな私が立った柱の一つでもあります。ただこれも以前の会見でご説明ご報告をしているようにですね、単にそれだけやったからといってすぐ効果が得られるものではないというふうに思っています。出産ケアの問題についてもやっぱりかなり長い時間軸で関係者の皆さん方がご議論をいただいて、それについても今回補正というですね、まあ、一つの大きな中に入れ込んで、それを、検討じゃなくて具体化をすると、まあ、今回はある意味では検討を今まで庁内や関係者の皆さん方と対応したものも含めて実行に移すということですから、そういう意味ではこれを通じてですね、子育て世代のですね
若いあのお父さんお母さんがやはりこれから県政にも子育て支援の充実ということは期待できるなという第一歩につながっているというふうに思っています。ただあの、経済活動の基盤強化というのもやっぱりあの仕事を、働き口がですねあってそれができるだけ高い所得で安定的な部分が当然あの雇用の場ということではあのいいことに越したことはありませんから、そういう部分でも、経済活動の強化、まあ、企業ニーズというものをですね踏まえながらでありますけれども、まず県内にいる中小企業の経営者の皆さん方も、どんなお気持ちで今経営をしているのか、そしてどういう課題がクリアできれば自分のお仕事をですねもっと拡大していくのか、さらには、企業の大きな企業の工場長の皆さんやまたあの東京の本社の経営者の皆さん方も含めてやっぱり山梨に工場機能を存続することが非常に他の地域よりもいいんだろうなというふうなこと、さらには最終的に新しく企業がですね進出する際にも山梨のこういうベースがあればあるから企業の進出をしたいよなと、これはあの先ほどお話したやっぱり実態をですね調査をするというですねベースの手法が今まで若干欠けていたというふうに私もこの1週間前で思いましたので、そのまずいろんなあの主要な施策についてはまず実態調査を書面また直接お会いをしてする、それをベースにしながら6月の肉付けの本予算の編成していくと、やっぱこの段階でないとですねすぐ即効性があるといったら、まあ、これは逆に氷川さんから教えてもらいたいんだけど、それがないから、まあ、今への皆さん方もご苦労し、その継続的になってこなかったという例もあるんで、まず検討ではなくもう 実行すると。ただこれも、この今回全体61億の経済対策ですから、これが桁が違えばこれ全部入れられたかもしれませんけど、そうではない、まあ、一つでは財政の制約があるという中で工夫を凝らして優先順位も含めてですね、対応したということで、ぜひご理解いただければと思います。他にございますか。NHK の橋です。今の質問ちょっと関連するところもあるんですけども、若い世代の経済定着というのは経済的な安定も重要だとは思うんですが、今後先ほどおっしゃっていた若い世代の意識の醸成であるとか、結婚とか子育ての希望を叶えるというところについて、今後の知事の展望というか支援策としてどういうことを考えているのか、あのこれもあの当然あの、保育所がですね一番やはり自分のお住まいになっているところ、自分がお住まいになっているところのそばにあって、自分のお仕事の時間帯にうまくはまるようなですね、いわゆるその保育環境の整備というのも一つのテーマだというふうに思っています。ですから子育て世代の皆さん方にどういう環境であれば、まず結婚をなさるのか、で結婚もされている方たちに対してはどういう形であれば例えば、お一人お子さんがいる、若い、カップの皆さんに対してはですね、お二人目をお作りになっていけるのかどうか、そういうふうなやっぱ環境というのはそれぞれ当然お仕事の部分や地域の部分、またお父さんお母さんがおそばにお住まいになっているかどうか、まあ、いろんな要素で違ってきますから、そういう調査もできるだけ早くですねしながら、6月のこれも補正の部分ですね、きちっとそれが全体像として山梨県は子育て環境こういうふうになっているんだというふうにお見せをしたいというふうに思います。以前、2回くらい前の記者会見で子どもさんの窓口医療費の無料化の話が出ましたけども、それも一つの手段だと思います。ただそれが全体的にこの一つだけではないということはですね、今ご質問いただいた皆さん方もですね一番お分かりになっていただいている皆さんですから、それをやっぱり有機的に、多様なメニューの中でですね、そういうやはり子育てをする環境づくりというものがもちろん行政でできること、民間企業の皆さん方にご要請すること、いろんな角度はありますけども、
そういうあの仕事のしやすさ、そして子育てをする、まあ、保育環境やその経済的なあのコストをどう下げるかということも含めてですね、やっぱり社会全体で考え、県はあくまでも以前も話したように触媒という機能と事業を実施するその後押しをですねする機能がやっぱり私は行政だというふうに思っていますから、それを総合的にやっぱりメニューを示すというのは県というですね一つの行政、そしてその責任者は私が皆さん方にきちっとご説明をしご理解をいただきながら、たくさんのその若い子育て世代の皆さん方に、そのメニュー内容をですね理解をしていただくと、そういうふうなことで私もまだこれからもこの記者会見はきちっと、対応していきたいと思いますので、そういう意味での事業のですね形だということをご理解いただければと思います。今回の補正の中で2つちょっとお伺いしたいのが、産前産後ケアセンターライメンチャーチームに行きますけれども、それかなり全国的に珍しい施設ですので、その活用についてどのようにイメージされているのかというところと、もうちょっと不育症の治療助成が今回入っていますけれども、男性の不妊とかについて今後助成されるような考えとなりますでしょうか。まず後者からですけども、これもですからニーズがどうなっているのかというのは、私も直接的にその不妊の、まあ、専門的な別に医者でもありませんから、そういう、まあ、お医者様ドクターのご意見もいただきながら、まず女性の方からという形で対応を今回しました。でセンターの部分については当然準備段階というのは当然ありますから、そしてそれが、まあ、県内1箇所でいいのか2箇所でいいのかという議論は当然まず一号ができればですね、でそれを全県どういうふうに、役立てるかということがまずその1号の部分で、まあ、考えていく、それも、まあ、順番があるので、まず全国的に、今ご指摘いただいたように先行的にやっぱりやった事例なんでですね、もう少し後者についても関係者の皆さん方とご相談をしますけども、やっぱり実態というものが十分にそれぞれの若いお父さんお母さんのお気持ちも含めてやっぱり把握することは非常に大切だと思うんで、今の点についてはその若いお父さんお母さんの意識のですね、アンケートの中にももし必要があれば担当部局にも資料をしてアンケートの中に入れ込むような努力をしていきたいと思います。そのアンケートについてはいつどのような形でまだ議会のご議論もこれからですし、それを議会の議員の皆さんがの、ご指摘も含めて当然議論を議会ですることになりますから、そのが集約をされて議会のご決議がどういう形でできたかというところから本格的に事業というものはしていくんで、まず今日は今も指定も問題事業も含めてですね、予算全体を議会に提案をさせていただいて、今日から議会がスタートするという、それが、まあ、3月の半ばまで、議会は議論は続くわけですから、まあ、そういう中でいろんな今お話をされたようなことも含めていろんな視点からの、ご質問ご議論が出るというふうに思います。現段階ではまだ未定ということで未定というか、そういう議論も踏まえてやらないと当然予算や、ね、事業というのは事業というのはいつもお話しているように予算が前提にあってそれが進むかどうかというのは当然決まるわけですし、その予算を今日議会にご提出をし議会の中でご協力いただくという、これは民主主義のルールですから、ただ当然のことながらいろんな関係者の皆さん方やとのご議論やその庁内での中での検討というのは当然専門的な分野では職員の皆さん方もしていただけのしていただいているというふうに思っていますけど、よろしいですか。他にございますか。よろしいでしょうか。では次に移りたいと思います。次は先日行われました知事と JR 東海の久米社長との面接におきまして、知事から社長へ要請した事項につきまして知事からコメントがございます。はい、一昨日 JR 東海の菅社長が来庁されました。私から3点についてご要請をしたところであります。1点目は社長も
ご理解をいただいている部分でありますけれども、沿線住民の皆さんへの丁寧な説明、今まであの事業説明会の中で日照権の阻害、騒音、水源の枯渇などいろんなあの説明が十分でないというご指摘もたくさんありました。そういう意味で住民の皆さん方の理解が得られてないケースも多々あったというふうに私もあの記憶してます。これを踏まえてこれまで以上に住民目線に立った丁寧な説明と情報公開をご要請をさせていただきました。2点目は沿線住民向けの体験乗車の件であります。これも昨年から実施をされておりますけれども、さらにやはりリニアに対する1点目の丁寧な説明という部分にも関係をしますけれども、やっぱりあの理解を促進していかなければいけないということで、特に地権者の皆さん方を対象とした体験乗車も早期に実施してもらいたい旨のを強くご要請をさせてもらいました。3点目は用地取得や建設工事における県内業者の活用であります。今後あの具体化をする用地の測量、またあの工事設計の業務委託や実際の建設工事においては可能な限り県内の業者を活用し、県内産業の活性化にもつながるように要請をいたしました。この3つについてあの、社長だけのぶら下がりでしたから、私から改めて皆さんにこの3点についてご報告をしていきたいというふうに思います。以上です。この件に関しましてご質問を受けしたいと思います。何かございますでしょうか。はい、知事 の、 あの姿勢をちょっと確認したいということも含めてなんですけれども、あのこの、要請事項3点のご説明の中に入ってないんですけれども、はい、あの以前からの議論の中であの、JR 東海の費用負担の部分で、完全に駅施設としてだけの上の JR 東海の、支出という話があって、その周辺整備も含めてその駅じゃないかという議論もあったと思うんですけれども、そこへの JR 東海のこう、費用負担というのを知事はどのようにお考えでしょうか。今の点につきましては私の方からさらにこの3つの要請に付け加えてですね、あのやはりこれから駅長所の今お話をご指摘いただいた整備については、やはりあの山梨の玄関口ということに当然これからなっていきますので、周辺環境とマッチした施設となるように具体化にあたっては今まで以上に連携強化をし、パートナーとしての部分に、格上げというかですね、ステージが上がりましたからというあのご要請はあの全体としてあのしてあります。ですからいくらという金額は除いてもですね、やはりあの景観という部分がこれから先ほどの補正予算の中でもご指摘をさせていただいたようにですね、やっぱり新しい山梨が国際環境を観光都市になっていけるかどうかというのは、富士山という核を持ちながらも、それをそれぞれの地域のですね、今まで眠っていたような資源も含めてやっぱり世の中に出していく、それを通じてリニアにを利用した皆さん方がですね、リニアの駅を降りた時にどのような印象を持つのか、そしてそれを通じてこれからどういう発信するかということは、景観の問題も当然必要なんで、私どもがこれは主導的にやらなければいけないかもしれませんが、リニアの駅の部分のですね、具体化というのは以前の会見でもお話をさせていただいたように、景観という部分は私の一番強いコンセプトがありますから、それは JR 東海にもきちっとその全体像ができる最中も含めてきちっとご相談ご要請はしていきたいというふうに思っています。費用負担という点ではいかがでしょうか。JR 東海全てが駅周辺を整備するときに、JR 東が東海が乗すのかどうかということについては、今前期については去年までに私が起用している範囲では、200億、駅社の費用負担については、対応する用意があるというふうなことを、社長も含めてご発言されているというふうに、承知をしておりますので、それと、周辺の整備や、いろんな複合施設をこれから整備していくものがですね、県が主体になるのか民間がどういうふうになるのか、
いろんな事業主体ということにも当然関わってきますから、できるだけやはり全体像の中で、山梨全体がですね、リニア新駅、そしてリニアを利用することによって、地域経済が活性化するということも、また定住人口が増大するということも含めてまた対応していきたいと思うんで、たくさん出すとか、出すないとかいうことではなくて、今その金額についていろいろ言うとですね、パートナーになったばっかりなんでですね、パートナーはやっぱり時間をかけて熟成したパートナーになっていかなければいけないと思いますから、その点については、多様な事業の内容や事業者がどういうふうに関連していくのかということも見極めながら、さらに濃厚なパートナーになっていけるようにですね、努力をしていきたいというふうに思います。整理をさせていただくと、現状ではこの費用分担、JR 東海と国の費用分担については、まだ明確にテーブルに載ってません。ご意見ございますか。はい、すみません、先ほどすみませんコメントの中であと3点に対するその次社長の反応なんですけども、2点目の体験乗車、沿線の地権者に対するものっていうのは結構要望もあったりしますし、3点目のところも、地元業者の要望ではあるんですけども、それに対しての反応はいかがだったでしょうか。体験乗車についてはですね、これから、走行試験というのが実際毎日走らせるというのが前提ではありませんから、難しいけども、これからいろんな工夫はしていきたいというふうなことです。ただ私も実は個人的には以前の20キロの時には何度か国交委員会の理事もやっていましたが、乗車をしましたけども、できるだけ早くなんか私にも機会があれば乗ってくれというふうに言われましたけども、それについても今保留にしてあります。業者の方はいかがですか。業者の方にはやっぱり地元の業者には業者の方には、お手伝いはいただいていくと、地域の活性化にも協力したいというコメントはありましたが、具体的にどの程度の事業規模になるとか、どのような部分で地元の業者の皆さん方にということは、あくまでも株式会社である JR 東海さんですから、そこまで私の方から、ここだけやってくれとかいうことは言う立場でもありませんから、ですから先ほどお話したように、濃厚な、熟成したパートナーにですね、なる中で、またこれも引き続き、山梨の企業の皆さん方にプラスになることであれば、ご要請はですね繰り返し、私は諦めませんから、粘り強くやります。ご回答ございますか。よろしいでしょうか。では以上で知事会見を終了します。ありがとうございます。